秋田市立図書館秋田市立中央図書館名徳館秋田市立中央図書館名徳館は秋田市千秋名徳町4-4にある秋田市立図書館の中央図書館である。久保田藩の藩校、名徳館にちなむ名称を持つ図書館である。1981年7月まで当地に秋田市立名徳小学校があり移転後の跡地に開館した。なお、 秋田市立中央図書館名徳館までが条例上の正式な名称である。文館として、川辺文館、名徳館文庫及び移動図書館、イソップ号が当館に付属する。かつては秋田市立土崎図書館、秋田市立荒谷図書館の両館も当館の文館という扱いだったが、それぞれ1991年、1998年に、 現在の建物が完成し移転した際、組織上独立している。2012年度統計によると、蔵書数は288,877冊、年間貸出数は383,551点となっており、市内の図書館の中で最も大きな規模であるが、貸出数は2003年をピークとして、年々減少が続いており、長期的な利用の落ち込みが見られる。また、 2011年から2012年にかけて、蔵書数を大きく減らしている。秋田市立図書館全体の特徴的な取り組みとして、郷土資料の積極的な収集が挙げられ、中央図書館名徳館では、名場家文書、長瀬家文書、蓮沼家文書等の近世の古文書を所蔵しており、一部はマイクロフィルム化されるなどして閲覧が可能である。秋田市内の中心的な図書館であるが、 歴史としては浅く、土崎図書館、荒谷図書館に続く市内3番目の設置であり、建物も開館以来のものがそのまま使用されている。これは、歴史的に、秋田市の図書館機能も秋田県立図書館が担い、市立図書館は、市内地区レベルの図書館機能を担ってきたことに由来する。しかし、当時の土崎、荒谷両図書館とも小規模なものであったため、 大型図書館である当館の創設は、私立図書館全体の利用を大きく伸ばした。また、開館当時は、東北地方で初めてのコンピュータシステムを備えた公共図書館であり、当初より市内参館をオンラインネットワーク化し、市内図書館のいずれでも図書の貸し出し予約、返却を可能としたほか、1990年には全国で初めて、 キャプテンシステムの端末機を利用した図書の検索、貸し出し予約システムを導入するなど、先進的な取り組みで知られた。2007年4月25日に、川辺地区、川辺総合福祉交流センター内に、川辺文館、セセラギライブラリーが開館し、およそ1万6000冊。2011年7月1日には、秋田駅前の本手秋田6階に、自動書を中心とした。 名徳館文庫を解説。これはかつて本手秋田の前身である、伊東洋華堂秋田店時代に、伊東洋華堂子ども図書館として、児童書のコーナーが設置され子どもたちに読み聞かせが行われていた事業を、市民の要望に基づいて、改めて復活させたものであり、およそ3500冊の蔵書を置いている。名徳館文庫が設置されている本手秋田、川辺文館。 せせらぎライブラリーが入る川辺総合福祉交流センター建物は谷口義雄の設計で鉄筋コンクリート作り地上2階建て。1984年に日本建築学会東北支部における東北建築賞作品賞を受賞。1998年に旧建設賞により公共建築100選に選定された。一階には建物右側に 自動書と絵本のコーナー、左側に、一般書のコーナーがある。中央階段を上って、中2階には中庭を望む、小ラウンジがあり、2階には読書学習室、参考資料調査室のほか、石川達造記念室がある。考え貸し出しは、秋田市内在住、または通勤、通学者が対象。貸し出しには利用者登録が必要で、 これは、イソップ号を含む、市内各図書館で受付を行っている。利用者登録をすることで、市内のいずれの図書館でも、本の貸し出し予約及び返却が可能となるほか、インターネット上でも貸し出し予約、貸し出し状況の確認が可能。この他に、視覚障害者向けの朗読サービスがあり、毎週水曜、金曜及び、毎月第3度用に、ボランティアの協力で、 対面朗読や電話による朗読を行っている。川辺文館名徳館文庫名徳館、庄事市街中心部にありながらも、千秋公園の歓声な環境に位置し、周辺には秋田県民会館、秋田県立美術館などの文教施設が多い。南隣に隣接する工事は、当館の名前にちなんで、1984年に名徳館工事の愛称が付けられている。 秋田駅西口からは、徒歩6分ほど、広小路経由で徒歩8分ほどと案内されている。バスでは、千秋公園入り口、または千秋久保田町、中央警察署前等のバス停が最寄りである。平成25年度秋田市教育要覧による。なお、増書数を、札、貸出数を、点と表記しているのは、同資料の統計において、増書数が、雑誌。 視聴覚資料を含まないのに対し、貸出数では、雑誌、視聴覚資料を含んでいることから、これらを区別した同資料の記述に準拠したもの。入管者数については、教育要欄の方に記載がなく、公式サイトの数字を記載している。平成23年度の数字であるため、その他統計資料との年次に、ずれが生じた。明徳小学校の校名は、 大学冒頭の一節、大学の道あり明明徳に由来する。藩校、明徳館の名前に由来する施設としては、秋田県立秋田明徳館高等学校があり、いずれも、かつての久保田城跡である、千秋公園近辺に所在するが、明徳館高校が、かつての藩校跡地に最も近い。さらに、当時の県立図書館も延べ床面積2900、 警報メートル足らずの中規模図書館であり、大型図書館建設は市民の待望であった。千秋公園入り口は、秋田駅西口発のバスでは、最初のバス停であるが、西行き一方通行の広工事場にあるため、秋田駅、西口行きのバスは経由しない。手形方面からのバス等、大手門通りを経由する路線の場合は、千秋久保田町バス停が、 小田の方面からのバスと、通り町を経由する路線の場合は、中央警察署前バス停がそれぞれ、最寄りとなる。いずれも経由しない場合は、中通り一丁目バス停が最寄り。いずれも、下車徒歩5分程度を要する。ありがとうございます。